ボディメーカー。どうも、ボディメーカーの長渕翔です。本日はですね、大阪市の、堀江の少し先にあるんですけど、このおしゃれな建物に来てます。よろしくお願いします。すいません、失礼します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。すいません、ここってカフェですか？カフェじゃないです。カフェじゃないもう外から見たらちょっと一見カフェかなんかレストランかな。すいません、何屋さんなんでしょうか？整骨院になります。あ、整骨院なんですか、はい、こんなおしゃれなところがあるんですね。はい。ちょっとせっかくなんでちょっとご紹介兼ねてお邪魔させてもらっていいですか？はい、はい、お願いします。すごい、なんかもう匂いは伝えられないんですけど、接骨院の匂いじゃない、すごいおしゃれな匂いが醸し出してて、そのまま席に座ってコーヒー頼みそうです。あ、じゃあここが受付？そうですね、一応こちらが受付になっていて、はい、初めて来る患者さんとかは、はい、でここで、カルテとか書いていただいて、はい、対応させていただきます。よく、まあ、最近、リモートワークとかテレワークっていうのがすごい増えてまして、みんな結構仕事とは違う環境で仕事をする、まあ自宅とかなんか多いと思うんですけど、の時に結構デスクワークになって猫背とかになりやすかったりとか、すごい肩なんか姿勢が悪くなったりする人もちょっと増えてるっていうのを聞いたんで、もしよかったらそういう人に向けた何かストレッチであったりとかっていうのをご紹介とかしてもらえたりできますか？はい、わかりました。いいですか？はい。ではちょっと教えてください。よろしくお願いします。お願いします。お名前からお伺いしていいですか？はい、ボディーワークスに勤めてます長町健司と申します。長町先生、はい。ちなみに大体年間何名ぐらいそういった施術されたりするんですか？そうですね、僕が施術をさせていただいているのが主に、はい、僕の職業はスポーツトレーナーということがあって、はいはい、アスリートから、はい、一般の方を中心に、はい、年間大体、200から300名ほどの、はい、治療はさせていただいてます。ちょっと本日はそのゴッドハンドに手伝ってもらって、はい、撮影したいと思います。お願いします。はい、お願いします。あ、ちなみに、ここでいつも、患者の方は受けられるってことですか？そうですね、はい。すごいおしゃれですよね。早速猫背についてお伺いしたいんですけど、猫背で僕らも、まあ、一般的な感覚としては、まあ、姿勢が悪いっていうふうには、まあ、分かってはいるんですけど、まあ、どういうような動作で猫背ってなりやすかったりするんですかね？そうですね、猫背っていうのはやっぱり基本的には、はい、デスクワークをされている方に一番多いですね、はいはい。で他にもデスクワーク以外にもやっぱりスマホの見過ぎであったりとか、はい、そういうところからも猫背って起こります。あ、はい。じゃあ具体的に、じゃあデスクワークされている方がどういった、はい、経路をたどって、じゃあ猫背っていう最終猫背っていう風な形になっていくかっていうと、はいはい、まあ、座り方ですよね、はい、やっぱり、はい、人間の骨っていうのは下から土台があって、はい、そこから背骨があってみたいな感じで、どんどんこう積み木が重なってるような形になります、はい。ただ最後の一番上の部分、ここが肩の部分で、ここが内に巻いてるって形なんですけど、はい、例えばこの土台の部分が崩れたりすると、はい、やっぱりこちら側にも何らかの影響って出てくるんですよね。そうですね、はい。で、先ほど言ったデスクワークに関してなんですけど、はい、例えばよくある座り方の例として、悪い座り方ですね、はい、悪い座り方の例として、こういう形で、もう完全に背骨がこう丸まってしまう状態ですね、はいはい。でこうなってしまって、もう座っている場所もかなり浅くて、はい、背もたれ使ってこういう感じでデスクワークされている方、はい、これ多分一番姿勢が悪い中で多いと思うんですけど、はいはい、こういった姿勢になってくると、普段この、下の土台っていうのが立った時にちょっとこう前に出る形になるんですね、はい。でじゃあここが前に出ると、人間ってどういうふうに、さっきの積み木ですね、はい、積み木を元に戻していくかというと、はい、この辺の背骨、例えば腰椎とか胸椎とかっていうのが後ろに下がります、はい、こういう形で。あ、一番下の土台が前に出て、次は後ろに来るってなると、次もう一回前に来ますよね、はい、積み木に言うと、はい、なると次この肩の部分がこう前に来るんですね。うまいこと人間っていうのはこうバランスを取るようにして立っているので、ここが前に出る、背骨が後ろに下がる、そのまま肩が前に出るの形で、猫背っていうのは基本的には起こります、はい。ちなみにスマートフォン見てる人っていうと同じ
箇所が猫背になるんですか？そうですね、スマートフォンがなってくると、はい、まあ、スマートフォンもいろんな、はい、猫背の種類とかもあるんですけど、はい、そうですね、だから一番多いのはさっきと同じような形で、でもスマートフォンを見るか、例えば、レジ待っている方とか、はい、あとは電車を待っている方であったりとか、はい、何かを待つ時にスマホをいじる方、はい、例えば止まって立っている状態ですね、はい、でこういう時に、よく、周りを見渡してもらったら、はい、結構なってる姿勢の方多いんですけど、立ってそのままこんな感じでお腹を前に突き出して、はい、こういう感じで触ってる方がいらっしゃるんですよね、はい、でこれもさっきの原理と一緒です。ここが前に出て、じゃあそういった背骨の部分が後ろに下がって、はい、そしたら肩の部分が前に出るという形ですね、はい、なおさらスマホっていうのは前に出すので、ここから肩を前にこう持ってこないとスマホって見れないですね、はい、じゃあこれが長時間、こういう姿勢が続くとどうなるかっていうと、もう大体イメージがつくと思いますが、はい、そういった形で猫背っていうのはやっぱ形成されていくというような形になります、はい、まあ人によっていろいろ猫背のその種類っていうのもあると思うんですけど、人によってその猫背の見分け方みたいなのってあるんですか？そうですね、ありますね。あ、そうなんですね、はい、はい、いろいろ、まあ、見分け方っていうのもあるんですけど、はい、僕は基本的に姿勢を、はい、重視しています、はい、例えばなんですけど、実際ちょっとじゃあ立っていただいていいですか？はい、はい、でこちらに来ていただいて、はい、じゃあこう向きでそのまま、あ、はい、こっち向きですか？はい、そのまま向きで今、見えている通り、この横のラインですね、僕はメインとしてこの横のラインを、見させてもらっています。で、じゃあ見るポイントっていうのをちょっと説明しますね。まず1個目がこの耳の、下、耳垂っていうんですけど、ここの耳の部分ですね、まずこれ、1ポイント見ます。で、2つ目のポイントはこの肩の肩峰っていうんですけど、一番この肩の突出した部分ですね、ここを2つ目のポイントとして見ます。で、次3つ目が、骨盤の横の方になります。ここですね、大天使っていう部分があるんですけど、はい、そこの部分、ここの横の部分ですね、ここを、3つ目のポイントとしてみて、はい、次下に、4つ目のポイント、この膝のお皿あるじゃないですか、そのお皿の1つ、後ろのポイントですね、まあ、膝の、横側の部分だと思ってもらっていいです。で最後のポイントが、外くるぶしの、2、3センチ前の部分ですね、はい、ここの合計1、2、3、4、5ポイントですね、はい、5箇所のポイントをがしっかりとまっすぐ揃っているかどうかっていうのが一つの指標となります、はいはい、そうなんですか、はい、で実際じゃあ、永瀬さんの姿勢を見て、はい、見させてもらうと、はい、だいぶやっぱり頭が前に出ているのが分かりますかね。あ、なるほど、はい、頭が前に出て肩が後ろに下がる、はい、骨盤が前に出るっていうふうに僕が言いました、はい、これ今見てると骨盤が若干前に出てますね。肩から比べるとやっぱり骨盤が前に出てる、ここっていうのはどうしても一直線の方がいいですね、はい、で足元、見ていくと、まあ、膝のラインもやっぱり若干この骨盤が前に出てる部分ちょっと前に出てますね。正直ここまでずれてるともうこっちの部分もずれるので、はい、姿勢に関してはやっぱりまっすぐラインを、通してもどうしてもやっぱりずれてしまう、はい、っていうような形にはなってます、ね、自分の中でもまっすぐ立ってるつもりなんですけど、はい、歪んでるってことなんですか？そうですね、かなりこれは歪んでますね、はい、はい、なるほど、はい、ちなみに自分で家で簡単にその猫背の見分け方みたいなんてあるんですかね？コツというか自分はどこが猫背になってるのか、まあ、一個簡単な指標で言うんであれば、はい、例えばこういう壁、まっすぐになった壁とかに、はい、背中、まあ、頭や肩や、はい、まあ、骨盤や足とかも全てつけます、はい、一回つけてもらっていいですか、はい、で完全にぴったりつけてもらって、はい、その時に自分に違和感があれば、はい、やっぱり体っていうのはずれてますね。この状態だとやっぱりさっきのラインっていうのはまっすぐ整えます、はい、でもこのまっすぐ整った状態で自分が例えば、なんかこの辺ちょっとしんどいなであったりとか、はい、ちょっとこの辺力入ってるなとか、はい、もうこの姿勢にいるだけでもうしんどくなっちゃう、はい、とかっていう場合はやっぱり本来ある体の位置とはずれてるっていう証拠なので、これが一つ、自分でも見分けやすいポイントかなっていうふうに思います。上半身がなんかその肩っていうんですかね、がすごいなんか違和感というか浮いてる感じがですよね、はい、これだいぶ胸を張ってるっていう状態ですね、はい、つまり逆にこれが壁がなくなった状態であると、肩っていうのは前に戻ってきます。今は、こうつけようと意識しているので、はい、だいぶ胸を反ってしまっているというような状態なので、はい、まあ、典型的な猫背になりますね。はい、そうですね。ちょっとセルフチェックで気になる方は、まあ、それを見て、まあ、ストレッチしてるしたりであったりとか、そういうところをすればちょっと改善するかもしれないですね。そうですね、はい、
わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、先ほど猫背のチェックをしてもらったんですけども、僕で言うとその猫背ってどの部位が猫背はきついんですか。はい、先ほど、はい、あの壁に、はい、背をつけてもらった時に、はい、胸をかなりこう張ってる、はい、状態が、はい、一番目立ったんですね、はい、ってなってくるとやはり、肩が前にこう内旋って言って肩が内に巻いてる状態ですね、はいはい、こういったタイプの、猫背になってくるので、はい、そしたら今日はこちらに対しての、トレーニングで、しっかりと治療の方をしていきたいと思います。ではちょっと体験してみたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そしたら、はい、今日はバランスボールを使ったトレーニングを一つ、はい、やっていきましょうか、はい、バランスボールとあと呼吸ですね、この2つを組み合わせた呼吸ですね、はいはい、バランスボールだけでも、まあ、十分効果が出るんですけど、はい、さらにもっとより、はい、効果を出そうと思っていた思うのであれば、やっぱりバランスボールと呼吸という観点を僕はよく、はい、使います。そうなんですね、はい、で、なんで呼吸が必要かという話なんですけど、はい、呼吸には胸式呼吸と腹式呼吸という2つの種類があるんですけども、胸式呼吸をする際に大きく吸った時に肩っていうのは若干ですけど外旋方向ですね、はい、さっき僕内の方内旋と言って、はい、外の方、まあ、今回外旋ですね、はい、外旋の方を今回は、誘導させたい、誘発させたいというのがありますので、はい、これと胸式呼吸を使った、エクササイズっていうのを一つ、はい、やっていきたいと思います、はい、じゃあ一個、さっき僕が取ったお手本を見せてますね、はいはい、このバランスボールにできる限り胸の部分、はい、胸椎の部分ですね、こちらの方を乗せていただいて、ダーンと力を抜いてもらいます、はいはい、でその時にここから手の方を若干外旋の方に誘導させながら、はいはい、胸式呼吸を行います、はい、胸をぐーっと膨らませる呼吸を行いながら手の方を外旋に持っていきます。実際にちょっとやってみますね、はい、一回息ふー吐いて、吐いたらまた内旋に戻してもう一度吸いながら、という形で外旋と内旋っていうのを繰り返して胸式呼吸を、このバランスボールを使って行うという形になります。はい、お尻つけてもらって、そこからこっち側に転がるように、はい、そうそうそうですね、はい、でそのまま胸椎まで持ってきて頭力抜いてたら、もうちょっと上側から行きましょうか、はい、もうちょっとです。そう、ここの位置でもです、はいはい、そしたらこの状態で初めは内旋の方向に、肩を内旋の方向に持っていきます、はいはい、この状態からまず1回息を吐きましょう。ふー吐いて、ここを膨らませるように外旋させながら胸式呼吸しましょう。そう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 、で吐きます。そう、はい、もう一度吸って吐いて、そしたらこれを10回続けていきます。はい、3回目吸って、そう、最後行きましょう。ラスト10回ですね。吐いて、そうそうそう、はい、OK です。そして1回座りましょう、はい、多分やってても、はい、分かったと思うんですけど、はい、結構慣れてくると呼吸の数量っていうのも結構増えてくるんですよね、はい、特に最後の10回目なんかはかなり呼吸量が増えてたので、 あの状態がしっかり続くようになると、はい、さらに効果が出てきます。初めの1回目の時は、はい、あまり空気が吸えなかったので、途中に2、3回ぐらいで1回呼吸が止まってしまったので、はい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 、これでやっぱ慣れてくると、はい、もっともっとより、呼吸が入って、はい、より効果が見やすいエクササイズになります、はいはい、そしたら実際に立ってみましょう、はい、そのままになって、はいはい、でこれで多分見てもらったんですけど、若干ですけど、耳の位置と肩の位置っていうのが少し先ほどよりかは整ってますよね、はい、あ、本当ですか、はい、であとでしたら壁に向こうにも背中つけてもらって、はいはい、感覚としてさっき結構そう、はい、胸を開いているっていうふうにおっしゃったと思うんですけど、はい、その感覚と今の感覚が、はい、今の方が、そんなに肩開いている感覚がないってなれば、はいはい、だいぶ、症状としては収まっているかなと。全然違います、うん、はい、さっきはもっとこう突っ張ってる感じがあったんですけど、全然今は自然と開けているというのが感じだと思います、はいはいはい、すごいですね、はい、
なんかもっとなんかその痛い思いするかなと思ったら全然これだけでっていうのもあるんですけど、これだけですね、はい、で実際に、こういったトレーニングを行った後に、こういった、手技ですね、はい、手技の方、マッサージの方だったりとか、はい、そういった、内容も取り入れたりします。なので、今回は実際にもう一人の本田先生に、さらに、ここから効果が出るように、実際に手技を用いてやっていただきたいと思います、はいはい、本田先生お願いします。お願いします。まあ、先ほどの、自分でできるストレッチだけだと、不安というか、より、結果を出されたい方というのはその別ベースで術もしていただけるということなんですか。はい、そうですね。で、今からさせてもらうのが、肋骨の動きを良くして、肩甲骨の位置を整えていきます。そんなことがあるんですか。はい、で肋骨をしっかり上げてもらうと、腰をしっかり開きやすくなって、そこに首が乗りやすくなってくるので、それはなかなか自分でできないですもん。そうですね。じゃあちょっと体験して、どういう変わったかというのをちょっと見てみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そしたらこちら頭にして横向きでやっていきます。先生の方に向いて。そうですね。はい、わかりました。頭リラックスしてたら、どんどん寝といていただければ、ちょっと肩甲骨の動きを出していきます。肩甲骨の動き出していきます。肩甲骨のこの動きがしっかりこう出るように、ちょっと誘導しながら上げていきます。一回そしたらね、反対向きをやるんですけど、座ってみて肩の位置を確かめてみましょう。どうですか、感じてみて。右肩の方が奥に行ってるというか、そうですね、前にこう、出てる感じなのと、なんか左右の肩の位置がなんか自分でも違うというのがすごい分かります。本来は正しい位置に戻ったって形ですね。ちょっとカメラで伝わってるか分かんないんですけど、全然ちょっと違います。違いますね。自覚的に本人の感覚とは全然違うと思うんで、なんて言ったらいいんですかね。こっちはこうまっすぐなってるんですけど、こっちはなんか自分でもこの内に入ってるような感じは、これね、受けてみたら絶対わかるんですけど、そうですよね。すごいですね、これ。じゃあ反対側になりましょうか。はい、ありがとうございます。はい、起き上がってもらって、座りましょうか。はい、で、さっき言ったその筋肉の位置がね、こう寝て出てしまっているので、その分前に入っていくので、これを戻すように、ちょっと胸を開くように筋肉の位置を戻していきます。で、少しちょっと一回力を回してもらって、肩回してもらって、で力を抜いてもらって、感覚的にどうしよう、左と右の感じを。なんかさっきのカーブしてたっていう感覚はもうちょっとないです。本当にほとんど左右の感じなんですね。はい、じゃあ先ほどの野川先生にチェックしてもらったみたいに、軽めの方に立っていただいて、胸がつく、胸がつく、開く感じになってと、壁がつくようになってしまった。あ、感覚は違います。違います。はい、しっかりね、まっすぐこう立ってますし、そうですね、耳の耳下腺と肩甲の位置もほぼまっすぐで、いいステージで撮れてるので、だいぶ改善されてると思います。すごいですね。こういった形で、田川先生のトレーニングであったり、僕の手技であったりを組み合わせて治療もできるので、そうなんですね。ボディバックさんに来てくれば一緒にできるってことですか。そうですね。で、やっぱり運動も大事ですし、こうやってほぐすことも大事なので、両方合わせてやった方がより効果的にはなります。ぜひその今回動画を見ていただいた方は本当に試していただきたいですね。猫背になるという方はすごいです。ありがとうございました。ありがとうございました。この、ボディーワークさんのちょっと紹介というかをよければお願いしていいですか。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。山中グループ代表の藤原と言います。山中グループ自体は東大阪山中鍼灸整骨院を本院に、ここ西区の新町との1丁目、2丁目に、1丁目にボディーワークス、2丁目に山中鍼灸整骨院新町っていう部院がありますね。新宮の駅前に、山中34っていうビルの5階に店舗もありますので、関西圏しっかりと治療できる形を整えております。スタッフ自体も、50名ほど、スタッフ在籍しておりまして、一人一人が施術であったりトレーニング、美容メインとしたスタッフ、専門のスタッフもいますので、そこに関してしっかりとお一人お一人、来た方に関して施術であったりとか治療をしっかりメインでさせていただいてます。この動画の概要欄には、ホームページのリンク貼ってますので、一旦そこを見ていただいて、LINE であったりとか予約をしていく LINE の予約ですね、していく方が分かりやすいですね。本当に
では、本日はボディーワークさんから取材をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ボディーメーカーの中渕翔です。本日はですね、ボディーメーカーの研修会があるんですけれども、ちょっとですね、助っ人をご用意して、このバトルエアロンマスクとパワージャケットと、この足と手のアンクルとウェーブ、おもりですね、使ってですね、ちょっと、まあ、新人より多分体力とかスタミナ、まあ、持久力とかあると思うんで、ちょっと負荷をかけて、まあ、同じレベルを体験して、まあ、どういうしんどい状況でトレーニングを普段してるかっていうのを、ちょっとボディメーカーのスタッフの代わりに体験してもらいたいと思います。お願いします。位置について、よーい、スタート。よーい、スタート。